いつもご視聴ありがとうございます。英雄株価ム証券、投資法室の笹原でございます。2月の29日、えー、バイウィークリーセミナー、投資戦略セミナーをお伝えしていきます。えー、今回、市場最高値の米国市場一旦調整、あれどテック株高はまだ続くということで、前半、まあ、為替に絡むですね、最近の材料を確認し、その後、株式市場の今後の見通しといったところをお伝えしたいと思います。では、まず、1枚目ですね、左側は、ドル円の冷やしチャートになります。 ま、ちょうどご覧いただいている丸で囲った部分、こちらがですね、年末年始になりますけれども、ま、昨年までのドル高円安基調が一転、この時期は、円高ですね、ま、進んだんですけれども、そこから再び足元、ドレ円ンは150円台に戻す形でですね、日本線で平行線を引いた昨年からのドル高円安のトレンドに、ま、おおむねなんか回帰したようにも見えるかと思います。ま、これが今後ですね、引き続きこのドル高円安という流れが続くのか、もしくは そそろろろ円高基調にですす。ね、再び転じるのかとといったところが注目されますで、まあ、直近、このドレンに絡むですね、材料を右側にコメントで示していますけれども、まず1月の FOMC では、ですね、声明文から利上げの文言が削除されたこと、そして3月の会合、次回会合で、QT、量的引き締めの原則、ペース原則の議論を開始する可能性があるということをパウエル議長が述べたことで、 まあ、おおむね FRB の政策はですね、まあ、ハに転換、利下げに転じる方向性が確認されました。その後、ただ経済指標、1月の消費者物価指数ですとか、生産者物価指数、物価指標が上振れるなど、ややインフレ再燃の兆しが出てきています。そして、1月 FOMC の議事要旨が発表されますと、多くの参加者がですね、拙速な利下げのリスクに懸念を示していると。 いうことが確認されましたので、1月の会合、市場が考えていたほど、利下げに前のめりになっていないというようなことから、足元では市場が折り込むですね、えー、今年の利下げ回数というのが、急速に後退してきている状況です。で、結果、アメリカの長期金利は一時3.8%だったのが 4. 3、4.3%台に上昇し、まあ、これが日米金利差拡大を通じて、 いわゆる円,キャリートレード円を借りてきて円を売りドルを買うという取引でこの金利差の獲得を狙う取引がじわりドル高円安。 ですね進めていいるととうことが考えられますで一時はですね、市場が年6回から7回の利下げを織り込んでいたのに対して、FRB の見通しというのは年3回程度ですから、まあ、この開いていたギャップが結果的に市場がですね、まあ、誤りを正す形で、FRB と市場の利下げの回数に関するですね、 え、見通しっていうのは概ね今合致してきたところです。そこで今後については3月の FMC o で FRB の金利見通しというのが再び変更されるのかどうか、つまり3回と見ていた、利下げがですね、もしかしたらその2回ですとかもしくは1回、えー、というふうに利下げ見通しが縮小するかどうかといったところが焦点となってきそうです。 ただ個人的にはですね、足元一部その消費に鈍化の兆しも出てきていますので、やはり長引く金利高、金利上昇のですね、影響というのは一定程度やっぱり経済、個人消費にも出てくるものとは考えていますので、全く利下げなしという状況は想定は現時点ではしていません。まあその点ですね、緩やかながら現時点よりも一定程度、どれやす方向に進むものというふうに考えています。 では今後次回3月の FOMC までに重要になってくる日程ですけれども、まずは今晩の物価指標 PC デフレーター、そして3月の8日雇用統計、そして3月半ばには CPI 消費者物価指数、こういった経済指標が発表を控えますので、このあたりの内容をしっかり確認するということになるかと思います。 特に今回 PC デフレーター、左側が年率、前年比のですね、推移を示していますけれども、まあ、特にこの PC デフレーターの前年比の伸び率というのが、ようやく3%を下回ってですね、FRB の目標2%が視野に入ってきたといったところで、まあ、ようやくあと一歩もう一息と。よくあの、ラストワンマイル、あとワンマイルっていうふうにも言われますけれども、 そのステージに入ってきたと思われたんですが、今回発表される1月の PC で触れた市場予想は前月比がプラス0.3%、コア PC の前月比がプラス0.4%ということで、この前月比で12月から数値の加速が見込まれています。 この前月比のですね、伸びが加速し、これが続くと、インフレ再燃につながるということになりますので、この前月比のですね、伸び加速というのが、継続、持続的なものなのかどうかといったところが、ちょっと今回確認する必要があるかと思われます。ただ、この市場予想については、先に発表されている CPI 消費者物価指数ですとか、PPI 生産者物価指数の数値が市場予想を上振れだという結果、 これを一定程度反映しているものと思われます。ただし CPI 消費者物価指数では、構成ウェイトが高い住居家賃関連が PC デフレーターでは構成ウェイトが大きく下がりますので、えー、正直 CPI ほどですね、今回の PC デフレーターの前月比の伸びは大きく出ないものというふうには考えています。まあ、その点、PC ナウというですね、ちょうど右側の表、真ん中の列、クリーブランドレンギンが予測モデルをですね、出している数値。 を確認しますと、1月の市場予想よりも PCNow の数値が若干低くなっているのがわかります。ですから、今回実際の数値は市場予想を下振れる可能性が高いんじゃないかなというふうに見ていますので、まあ、その点、その通りの結果になれば、ドル円、一旦は短期的にドル安での反応を想定しています。はい、えー、次に米国の株式市場について見ていきます。 えこちらですね、オレンジ色の仙台 3DP500 指数、えー、なりまして、えー、足元よう,ようやくですね、大台の5000ポイントに乗せてきましたが、まあ、これまでの上昇速度、確かにかなりスピードが速いというのは間違いありません。えー、特に、まあ、生成 AI がですね、もたらす生産性の向上、またそれによる半導体需要の拡大、こうしたものへの期待が、まあ、市場にある意味高揚感をもたらしているということで、まあ、買いが買いを呼ぶ展開ですね、 かなり急スピードで上げてきたということが言えるかと思います。やはり AI 革命というのがですね、ある意味バリエーション、まあ、株式市場がより高い水準まで変われるということで,ですね、まあ、ある程度その正当化するだけのインパクト、経済、また株式市場のインパクトが大きいのは確かではあります。また、この AI への期待だけではなくて、物価が沈静化する中でもですね、比較的アメリカの経済が強いまま維持できているといったことも、まあ、この AI 関連だけ でではなくてですほ、ねまあ、他のアメリカあ消費関連の企業全般に関してもやはり業績が底堅く推移するとえいわゆるソフトランディングが実現できるという期待も株式市場の押し上げ要因になっているかと思われますえただやはり PR 株価収益率の水準で見ますと青い線がですねこちら S&P500 指数の1期先、まあ、今期のですね予想 PR の推移になりましてえこちら右軸 倍率でですね、数値を取っていますけれども、これが過去2014年以降ではですね、平均19.4倍程度、特にそのコロナ期間、2020年とか2021年のこの跳ね上がった異常値を除けばですね、おおむね18倍程度ですから、それに比べて今のアメリカの S&P500 指数の一気先予想 PR21.5 倍ですから、やはり割安感はかなり乏しくなってきているというのは事実です。特に PR とですね、 長期金利はよくまあ天秤のような関係と言われますので、えー、アメリカの金利、長期金利が高い水準、または上昇すれば、えー、反対に PR、株価収益率は下がるという関係にありますから、足元でアメリカの利下げ観測の後退、結果としてアメリカの長期金利が再び上がり始めているということを考えると、PR に関しては、 一定程度低下してもおかしくないはずです。まあ、にしても、実際にはこの PR が拡大しているという状況を考えると、やや短期的にはアメリカの株式市場割高感が出てきているということは言えるかと思います。ちょうど、その過去2014年以降の PR の平均19.4倍というのが、この横,横棒の赤い線でですね、まあ示しているところになります。 ということで、えー、若干 PR ではですね、割高感のあるアメリカの株式市場、まあ、短期的には調整が入る可能性というのはあ,あると思うんですけれども、まあ、とはいええー、じゃあ株価のですね、厳選になる企業の業績、これが上がっていないのかというと、決してそうではありません。左側、あ示していますグラフ、棒グラフは、 アメリカエサンド P500 数の一気先予想 EPS、一株利益を示しています。今回決算をおおむね終えた10、12月期、企業業績は決算スタート時点で想定されていたよりも、実際に終えてみると EPS の伸びはですね、当初よりも高い伸びが実現できています。今現在のエサンド P500 数の予想 EPS は約235ドル前後というところで、 こちらですね、月次の推移で確認すると、直近、この予想 EPS が大きく伸長している、伸びているのがわかるかと思います。まあ、このように企業業績が伸びているという点では、EPS が拡大しているという点では、やはり株高ですね、単にバリエーションの拡大だけではなくって、企業業績の拡大というですね、裏付けはしっかりあるということも、企業業績の拡大というですね、株高の裏付けというのがしっかりとあると。 いう状況ではありますので、えー、必ずしもお短期的な調整があったからといって、そこから下落に転じるというわけではなくですね、やはりこの企業業績をベースにした株高基調というのは、まだ中期的に続いていくものというふうに考えています。でやはり今後ですね、えー、この企業業績、アメリカの株式市場の先行きの鍵を握るのは、やはりその足元盛り上がっている半導体市場、半導体需要の拡大があ、どれだけ継続するかといったところが大きなポイントになってくるかと思います。 まあその意味で右側の表ですね。こちらは世界半導体市場統計から枝を取りました。半導体市場の成長率予測になりますで。これ見ていただきますと、2023年ですね。えー、世界全体トータルで年率9.4%半導体市場はマイナス。えー、特に米国が6.1%のマイナスと、アジア太平洋が14.4%のマイナスということで、大きくですね、えー、この調整を強いられた年だったと。 いうのに対してえ今年2024年はトータルで13.1%のプラス成長特にアメリカが22.3%ということでえ半導体市場が昨年の底入れから今年成長転換するというのが確認できていますえしかもこの半導体市場のその底入れというのがえあくまでその話題として盛り上がっている生成 AI え人工知能関連に伴う半導体だけではなく パソコン、またスマートフォン向け、そういったですね、幅広い分野で昨年の調整が在庫一巡し、成長に回帰するということですから、仮に AI 関連に一時調整が入ったとしても、その他の分野ですね、の拡大基調というのが全体を底上げしていくものと考えられますので、 引き続き、この半導体を中心としたです、ねえー、市場、または企業業績の拡大といったものは、米国株式市場全体の押し上げ要因になるものというふうに考えています。 えそして次に、えー、こちらで示してますのが、アメリカの半導体関連の株式で構成される、えー、いわゆるソックス指数、フィラデルフィア半導体株指数の推移になります。でこちらの実際の数値ではなく、対数表示をしたチャートになるんですけれども、えー、これまでですね、えー、この半導体株指数の推移を見ますと、おおむね3年程度のサイクルで上昇を繰り返してきているということで、足元で、えー、2022年、 から2023年にかけて、半導体市場、先ほど見たように調整を強いられたんですが、ここが底入れして、成長軌道に戻るというタイミングであることを考えますと、この半導体株式数、 ま、株ですから、一定程度先行して上がり始めてはいるものの、まだこの上昇のサイクルの途上である可能性が高いというふうにも考えられますので、一旦この半導体関連、ま、足元の急速な上昇でですね、短期的な調整を強いられる可能性はありますけれども、その後再びですね、上昇軌道に戻る可能性は十分にあるというふうに考えていますので、引き続き株式市場上昇基調が続くものと期待されそうです。 えということは、ゃあ株式市場 S&P500 ターゲットをですね、まあ、どのぐらいまで上昇するのかということになりますけれども、まあ、先ほど見たように足元、現在235ドルの行き先 EPS、こちらの方を、まあ、今21.5倍の PR がですね、一旦20倍程度まで下がることも考えられますので、まあ、20倍を想定しつつ、行き先のですね、さらに次の期の予想 EPS を見ますと、おおむね1割、 まあ、概ね12%程度ですね、まあ、上昇が期待されていますので、えー、この12%の EPS の上昇に倍率 PR20 倍をですね、えー、掛け合わせますと、約5300程度までの s p 5 0 0指数の上昇は十分に期待できるものと思われます。はい、では、私からは以上となります。動画の方気に入っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。